例題1のところですね。変異という考え方について確認します。変異というのは、例えば これが家だとして、まあ小学校の時みたいな感じでやってね、家からここまで400メートル歩いて、この曲がり角でさらに300メートル歩いたとしましょう。いいかな。で、この人は合わせて700メートル歩いてるよね。ただ今度この別のシチュエーション、同じ家からこう400メートル歩いたんだけど、その後、忘れ物に気づいて家の方にまた向かった。そうするとこの人はここにいます。この人の歩いた道のりは 400+300 で 700m と、さっきの歩いた道のりと変わりません。でもこれとこれは大違いだよね。わかるよね。で、これを区別しようというのが変異という考え方です。この人の場合、最終的にどこにいるか、まあ、こちら側が東とすると、元の位置から東に 700m の位置にいます。で、一方こっちはね、ここ 100m だよね。元の家から東に 100m しか進んでないよね。東に 100m、 道のり、歩いた道のりは一緒だけど最終的な位置は違う。そういうのを区別する、その考え方が変異です。この赤が変異のことで、少しだけ補足。小学校の時に、小学校3年生、なんと3年生の時、3年生の時習ったことで、ここに家があって、例えばこれ、角があって、学校がここにあったとするね。学校がここにあって、これ学校ね。ここが400メートルで、ここが300メートルね。だとすると、この家から学校までの道のりは、700メートルっていうことでいいですよね。で、道のりとは別に距離っていう考え方が出てきて、距離っていうのはこの地図上での最短距離のことです。道はないけど、地図で測ったら一番短いのはここだよね。で、ここの長さって三平方の、まあ今やんないけど、三平方の定理で簡単に計算できて、3と4だからここ500メートルになるんだ。距離は500メートル。このような区別もあります。そちらも参考にしてください。